どうもコスコです。今日は5月のコストコ購入品その4を紹介したいと思います。それではどうぞ。天然紅鮭天然フィレ 100g あたり130円です。はい、こちらはコストコの冷凍シーフードコーナーにある鮭のフィレ、いわゆる半身ですね。以前ね、同じような冷凍の鮭の半身を購入して紹介したんですけど、あちらは銀鮭という魚なんですよ。今回購入したのは紅鮭です。こちらもね、とっても大きくて、長さはだいたい50センチぐらいかな。結構大きいですよ。これで内容量が1268g、価格は1648円です。見た目はね、銀鮭とあんまり変わらないような感じではあるんですけど、銀鮭はチリで養殖されているものです。こちら紅鮭はですね、ロシア産の天然物なんです。冷たい海の中で自然に育った鮭なので、身が分厚く、そしてね、締まりがいいのが特徴なんですよ。養殖の銀鮭は美味しい餌を与えられて、とっても太ってるので、こってり、脂乗りがよく、身がふわふわでとっても柔らかいんです。それはそれでとっても美味しいんですけど、それじゃちょっと脂がくどいのよねという方にはですね、こちら身がしっかりした紅鮭の方が旨味が強くて、おそらく好きだと思います。こちらはですね、普通に焼いて食べるのはもちろんなんですけど、サーモンフレークとか、あとお弁当のおかずにすごく向いている鮭なんですね。おにぎりの具なんかにもおすすめです。こちらのカットの方法については、以前銀鮭のね、動画で紹介しましたので、そちらを見ていただければと思います。同じです。あとね、自分でカットするのが面倒っていう方は、もちろん切り身でも販売されています。シーフードコーナーをチェックしてみてください。まずちゃん塩ゆで茶豆 1.5kg 788円です。はい、こちらは冷凍コーナーで販売されている茶豆というね、塩ゆでの枝豆です。めっちゃ大きい袋、たっぷりです。コストコには普通の緑色の枝豆も販売されてるんですけど、こちらはですね、春から夏頃にかけての期間限定商品なんですよ。どっさり 1.5kg の枝豆が詰められています。すでにね、塩ゆでされてますので、取り出して解凍するだけですぐに食べることができます。今回はですね、クーポンで140円割引になってましたので、販売価格は648円でした。はい、開けてみますね。ありがたいですね。保存に便利なジップ付きです。はい、開封。わー、すごいな、めっちゃたっぷりです。はい、どーと、はい、こちらで内容量 1.5 キロです。全部出したらすごい大変なことになりました。もちろんね、全部凍ってます。これ油断したらちょっとあっという間に解凍しちゃうかもしれないから、ちょっと急ぎで紹介しますね。はい、茶豆というのはですね、簡単に言えばめっちゃ美味しい枝豆の品種の名前です。見ての通り、豆そのものが茶色いというわけではなく、見た目はね、普通に枝豆なんですよ。強いて言えばですよ、枝豆の鞘の方からですね、茶色い産毛が生えてるんです。まあちょっとこれ冷凍だからよくわかんないんだけど、ただその枝豆そのものは緑鮮やかでめっちゃ綺麗っていうわけではなく、むしろね、ちょっと薄汚れた感じに見えます。でもね、それが茶豆です。これはですね、まだ凍ってるので食べることはできないんですけど、このまま置いといて自然解凍させたり、もっと早く食べたい方は流水で解凍したり、あとレンジで温めて解凍することもできます。すでに塩気もあるので、ただ出して置いておくだけで美味しいおつまみになりますし、子供もですね、枝豆は好きなので、ちょっとしたおやつなんかにも便利ですよね。というわけでね、食べたいんですけど、まあ凍ってるので流水で解凍してみたいと思います。はい、解凍してきました。まあ流水というか、水に1分間ぐらいつけただけなんですけどね、それでいい感じに解凍できましたよ。これだとちょっと茶色い感じがわかるかも。わかるかな、わからんか。ただほら、なんか見た目もね、すごいさ、めっちゃ綺麗な緑って感じじゃないでしょ。なんだったらちょっと古い枝豆なのかなみたいな、そういう感じにも見えますよね。でもね、これが茶豆なんです。これが美味しい豆なんですよ。はい、それでは味見したいと思います。私もね、久しぶりです。うん、こう、なんか私もすごい久しぶりに食べたけど、枝豆の味が濃いね。めっちゃ美味しい。うん、塩加減もぴったり、ちょうどいいです。うん、美味しい。なんかね、もうもはやおやつなのではっていうぐらい、すごい甘い。これ食べだしたら止まらんよね。めっちゃ美味しい、すごいな。うん、甘くてね、あと青っぽさみたいなのがね、ほとんどないんですよ。ちょっと香ばしいぐらいあります。うん、何のこれ、めっちゃ美味しいけど、枝豆ばっかり食べたらあれじゃない、ちょっとやっぱビールいるよね。どうしようかな、いいかな。
そう、持ってこようか、持ってくるだけ持ってこようか。はい、私が最近飲んでるやつこれです。ビールというか、まあビール的なやつ。もうね、最近こればっかりですね。よいしょ。すいません、私一人で昼間から何やってんだろう。はい、すいません、勝手にいただきます。からの茶豆。うん、うんまっ。やっぱりビールがないとダメよこれは。皆さんこれぜひね、セットでいただいてみてください。うん、全然違う、本当に違う。やっぱね、マリアージュって本当よね。枝豆とビール、誰が考えたんやろ。うん、ちょっとこの茶豆さ、あれですよね、 1.5 キロあるわけでしょ。この夏安泰じゃない？ビールと枝豆、もう家から出なくていいですよ。うん、私マジ一人で何してるんだろう、許されるんだろうか。でもね、動画見てくださった方はね、結構お酒飲んでいいよって言ってくださってるので、まあ、許されると思います。全部開けたけど。はい、うん、おいしい。うん、ちょっと待って、いかんいかん、ちょっとラチあかん。ちょっとこのまま終わってしまいそうなので、次の商品に行きたいと思います。ボーン20アンガスビーフパイ 150g6 個入り1038円です。冷凍コーナーで販売されているビーフパイです。パイ生地の中にお肉がみっちりみっちり詰まったミートパイなんです。これはですね、我が家のリピート品なんですよ。主人の好物なのでよく買ってます。1つの箱の中に6個のね、ミートパイが入ってて、それで価格は1038円。はい、なので1個あたりが、173円ですね。ミートパイはね、日本ではあまり馴染みのないメニューだと思います。だからもしかしたら食べたことない方も多いんじゃないかな。ミートパイはオーストラリアの国民食と言われている食べ物で、これはですね、オーストラリアで一番有名なミートパイブランドの商品なんですよ。コストコでは冷凍で販売されているので、中身を取り出して焼くだけで本場オーストラリアの味を手軽に楽しむことができるんです。はい、開けてみたいと思います。はい、6個入ってます。ただちょっとね、枝豆に時間をかけすぎてしまって、若干溶けかけの感じがします。はい、こんな感じで1個ずつ個包装になってます。オーストラリアの国旗が書いてありますね。アンガスビーフパイと書いてあります。オージービーフの中で最も高品質と言われているアンガスビーフがね、たっぷり詰められているんです。はい、開けたいと思います。よいしょ。はい、開けてみました。中身はこんな感じです。直径10センチぐらいかな。小ぶりで食べやすそうな感じには見えますけどね、見た目以上にずっしりしてるんですよ。冷凍ということもあって、外側のパイ生地はしっかりしてます。そしてカチカチ。調理方法は電子レンジとオーブンで温める方法があるんですけど、私はいつもね、電子レンジでちょっと温めて、軽く解凍した後にオーブントースターに移して、表面をサクサクにして食べるようにしてます。はい、簡単なのでね、一つ焼いてみたいと思います。はい、出来上がりました。表面のパイ生地はですね、全体的にパリッとこんがり綺麗な焼き色がついております。ただね、このままだと多分焼く前と素源変わらんけん、半分にカットして中身をお見せしたいと思います。パカーン。はい、中身はこんな感じです。薄いパイ生地の中にたっぷり、これね、全部お肉です。中には角切りのお肉なんかもね、ちょこちょこ入っていたりします。はい、それではいただきたいと思います。うん、うん、いやーすごいな、何回食べてもね、外国って感じの味なんですよ。日本の味付けじゃないんです。
めちゃくちゃフィリングがたっぷりです。お肉たっぷり、もちろん牛肉なんですけど、角切りのお肉と一緒になんかね、こうほぐされたお肉、ちょっと繊維質な感じのものがたくさん中に入ってます。あとそれをですね、お肉のエキスがたっぷり染み込んだグレービーソースみたいな、なんかそういうソースでしっかりつけられたお肉がなんかもう入ってますみたいな、そういう感じです。もうね、肉料理ですよ。パイというかね、肉料理です。私にとってはもうおなじみの味なんですけど、なんかね、あんまり日本的な味付けじゃないんですよ。だからこれを美味しいって思うかどうかっていうのはね、ちょっとね、人によるかもしれないです。人を選ぶというか。さっきちょっと残ったやつもったいないから、枝豆とともに。からのビーフパイ、ビーフパイっていう名前だとどちらかというとこうお惣菜パンみたいな、そういうイメージかもしれないんですけど、これはね、私から言わせてもらえばもう完全に肉料理です。はい、小ぶりながらもね、お腹に結構しっかりたまるんですよ。でしかもすぐに調理することもできます。日本的ではなく海外チックなメニューではあるんですけど、結構日本人受けしやすい食べ物だと思います。気になる方は試してみてくださいね。ブリタポット型浄水器アルーナ 2.4 リットル3428円です。はい、こちらはですね、ブリタのアルーナです。ドイツのメーカーさんのポット型の浄水器で、一緒についてくるこちら、はい、カートリッジをつけて上から水道水を入れると、そのフィルターを通ってですね、美味しいお水が中に溜まりますよという商品なんですよ。キッチンに浄水器をつけたりする必要もないし、ウォーターサーバーを設置するよりもコストが全然かからないので気軽に使うことができます。でもね、ちゃんと美味しい水になるんです。うちはですね、もうずっと前からこちらのブリタにはお世話になってまして、でもね、今まで使ってたのが割れちゃったんですよ。なんかもうずっと本当にずっと使ってるので、なんかいつの間にかだんだん水漏れするようになっちゃったから、もう仕方なくですね、今回買い替えということになりました。開けてみたいと思います。よいしょ、はい、 2.4 リットル、ポット型浄水器です。はい、そしてカートリッジもついてます。 1,2,4 つついてるっていうことなんだけど、どこかな、中か、中に入ってるね、いろいろ入っております。はい、ここにも、そしてすごい、めっちゃ綺麗、当たり前だけど私が数年使い続けてたブリタと全然違う。はい、カートリッジが4つついてます。はい、こんな感じでセットします。はい、もうね、使い方も本当に単純明快なんですよ。もうさっき見たように中にこういうのがあって、蓋を開けて、でここにですね、ちょうどくぼみのところにカートリッジを入れて、パコッとセットして、でお水を上から注ぎ入れるだけで、ここタラタラタラとね、中にこう溜まっていきますって。そしたらもうこの水めっちゃ美味しい水ですっていう、そういうことなんです。すごい簡単でしょ。なのでこれをこのまま飲料水にしたりとか、あとコーヒー入れるのに使ったり、料理に使ったりとかね、もう本当に毎日ずっと使ってます。コストコでブリタを買うおすすめの理由は、このね、ポットもそうなんですけど、実はね、このカートリッジなんですよ。カートリッジが安い。他のお店でももちろん販売されてるんですけど、このカートリッジが高いんですよね。コストコはね、まとめ買いではあるんですけど安いです。これうちでずっとストックしているカートリッジだけのセットになります。これで8つ入ってます。こちらもたまに割引になりますので、私はその時を狙っていつも購入して、必ずストックを欠かさないようにしてるんです。よそのお店でカートリッジ買うよりもコストコはもう断然安いので、ブリタをお使いの方はぜひコストコでの買い足しをおすすめします。このカートリッジの交換のタイミングはですね、だいたい2ヶ月に1度ぐらいなんですね。なので今回のセットでいうと4つセットだから、だいたい8ヶ月分ということになりますね。はい、なのでこれでしばらくは大丈夫だと思います。こちらのストックもあるしね。これでお水関係は安泰です。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。すいません、本当はね、今回でね、全部終わらせるつもりだったんだけど、もうちょっと今日はダメみたいです。ちょっとビール飲んだせいでダメみたいなので、もうね、今度こそ
ちゃんとやります。はい、あと1回だけすいません、お付き合いください。続きもでき次第アップしますので、もう少しお待ちくださいね。もう少しお待ちくださいね。お待ちくださいね。次の動画もお楽しみに。チャンネル登録もよろしくお願いします。イエーイ。